こういうことですよ、こういうこと、こういうこと。どうもこんにちは、ミカスです。今日はね、これを紹介しようと思うんですけど、これ何かっていうと、いわゆるカメラスライダー、カメラスライダーですね。まあいわゆるね、そのカメラをカメラで撮影するときにカメラがじーっとこう横に動くっていうのがまあ撮れるものになるわけですね。まあ横だけじゃなく斜めだったり縦だったりで、実はね、自分はあのスライダー2つ持ってまして、で最初に買ったスライダーっていうのがまあこんなようなやつなんですよ。これが使いづらくてでかくて持ち運びも不便で、で次に買ったのが実はこれなんですよね。これ自腹で買ってます。すんごくこれいいんですよ。でもうだいぶ使ってるんで、ちょっと今回ね、この新しい新品でね紹介しようと思いまして、メーカーさんからちょっとね提供してもらったやつなんですけど、でこれはね自分持ってないんですけど、オプションでこっちもあるんですよね。うん、ではちょっとどんな商品なのか詳しく見ていきましょう。 あとちなみにおまけでクリーニングセットっていうのがついてくるセットものになってますね。はい、でマイクロ2っていう商品なんですけど、これはねほんといい、ほんといいです。もう結構自分長く使ってるんで、自分の動画でもこれを使って撮影した映像っていうのがねいっぱい、実はいっぱいあるんですけど、はい、こんにちはと見えねえなジーポン、はい、出た。これなんですよ。これが本体ですね、これね。はい、で、この黄色い箱にはね入れ物がついてきます。あと工具と、あと三脚ネジのでっかいちっちゃいの変換。はい、でじゃあこれね、こんなもんなんですよ。大きさこんなもんなんですけど、これがカメラがこっからここまでしか動かないじゃないんですよ。これ実はね、ちょっとね動かしてみると、あ、ロックされてた。ここでロックができるようになってます。こうなるわけです。この銀色のところが向こうに行くのと、あとこのカメラを取り付けるところも向こうに行くんですけど、銀色よりもっと これが向こうに行くわけですなんつったらいいのかな、まあ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 見た通りですよ。はい、つまりですね、この銀色部分、この本体の幅以上にカメラが動くわけなんです。はい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 、要するにまあこれの幅内で動くんだったらこっからここまでなんですけど、まあ中心が移動するわけですよね。常に真ん中に中心っていう、端から端までではなく、端の端と反対側の端と反対側の端まで行くんで、まあ倍の大きさ分の移動距離が稼げるわけなんですね。でしかもこの商品のいいところは、あの一番最初に自分が買ったやつは、あのね、硬さの調整がいまいちで、硬くしすぎるとグキグキグキって動いちゃうし、柔らかくしてもそーっと動かそうとするとやっぱりカクカクってなっちゃうんですよね。だけどこれは、減速ギアが入ってるのかな、こうねじわーっとしっとり重く動くんですよ。弱い力で押してもじわーり動かせるし、強い力で押してもじわーり動かせる。これがいいとこで、まあご覧の通りこのサイズなんで持ち運びがすげー便利なんですよね。だからね、かなりお気に入りで使ってます。キャンプ行ったりするときとかね、荷物あんまり増やしたくないときなんかに最高なんですよね。でただちょっと一つ弱点があって、油が出る。油が出る。まあ、一回拭いちゃえば問題ないんですけど、このね、可動部に塗ってある油がちょっと染み出してくるんで、使う前にね、よく拭いてあげた方がいいんじゃないかと思います。ほんといいですよ、これ。はい。で、今回オプションでこれね、これちょっと自分使ったことないんですよ。はい、こんにちは。お、なんだこれ。え、足？まあ自分の使い方としては、まあ三脚の自由運台とかついてるところを外して、ここに三脚直接つけて、ここにまあ運台を乗せて、その上にカメラっていう運用なんですけど、これね、足なんですね。そっかそっか、じゃあローアングルで撮影するときにいまいち三脚だけではこううまいことね、高さが稼
高すぎるとかね、そういった場合にこれ使えるといったことなんですかね。足がこれ開くんですね。開くわ、開いてこうだわ。あ、面白い。こう開いて、でこう足が出るんだ。へえ。あ、しかもこの開き具合は好きなように変えれるんですね。なるほどね。ここに三脚つけることもできるってことなんですかね。でこの横のこのネジでこの三脚にくっつかる部分を、まあ、固定したり緩めたり外したりっていうことができると。あ、で反対側にこれなんだろうと思ったら、これ工具がガチョって刺さってんの、六角レンチが。なにこれ、かっちょいいじゃん。へえ、なるほど。あ、でここにね、こう、こういうへこみがあったの、これなんだろうと思ってたんですけど、これのためのへこみだったんですね。あ、そういうことですか。このように足がついて、おお、なるほど。足の角度でちょっとこう微妙に調整もできそうですね。なるほど。そしてはい、コンパクトな自由運動についてきた。来た。でここにカメラを載せるわけですよ。はい。え、まあ、あの雲台に関してはクイックリリースがついてる雲台であれば、それを持ってるんであればそっち使ってあげた方がいいんじゃないかとは思うんですけど、まあこうやって、カメラを固定してロックと。でこの雲台ね、金属製なんで、こんなね頭でっかちのカメラでもブニューってこうさ、頭がね下がってくることもなくちゃんと使えますね。で使い方としては、まあ押してあげるだけです。ほらこういうことですよ。こういうこと、こういうこと、このように銀色を自分を押してるんですけど、銀色を押した以上にカメラが横に動いてくれる。ほらね、こうやって見ると結構な距離カメラが平行移動するの分かるんじゃないかと思います。ちょっと見切れちゃうかな、見切れちゃうかな。ね、電動のやつよりも動き出しが滑らかに使えるんで、で、なんていうのかな、スピード調整もなんていうのかな、すげえしやすいんですよ。だから一定の速度も出せるし、こうゆっくりゆっくりね、じゅわーりじゅわーりっていうのも力の加減がすごくしやすい、絶妙なこれ硬さなんですよね。だから結構ズームして撮るときなんかはゆっくりゆっくり動かしたいんじゃないかと思うんですけど、そういう動きにももちろん対応できるといった商品になっております。はい、これはねほんと素晴らしい。もうカメラ好きの方でスライダーを使いたいっていう方は、手動ならねこれねおすすめです。個人的にものすげえ気に入ってます。んで、ただまあ、今回ねこのオプションがついてきたわけですけど、まあ、こうやってね足は畳んでしまえる。でまあ三脚つける時用にねこれはまあ持ってた方がいいのかもしれないんですけど、問題はね雲台つけちゃうとね、このポーチに入んないところなんですよ。このオプションがついたまま入れられるんですよ。ギリギリってもないかな。はい、このように入ります。ただ雲台だけはね一緒につけたままはちょっと厳しいんですよね。だから雲台どうしたらいいんだろうな、ガチャガチャしちゃいますよねこれね。うん、まあ雲台だけはちょっと別にね、別の入れ物に入れるか、カメラバッグとかにねこれは入れて、カメラバッグと一緒にこのポーチを持っていくみたいな、そんなスタイルですかね。まあ突っ立ってこの大きさですからね、全然ちっちゃいと思いますよ。はい、ということで今回は非常にお気に入りのスライダーマイクロ2でした。以上です。じゃあいいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあね。